綾やの保健室は、染谷歌詞による日本の児童文学作品。挿絵は、言いすぎが担当。2016年9月22日に、第1巻、あなたの心、くださいましという副題で、小峰書店から出版された。異界から人間界の小学校に保健室の養護教諭として赴任してきた女性教諭が、学校生活において生徒が抱えている。 様々な悩みや問題を特性アイテムを使用し解決していく物語。登場人物の生徒の心情、悩み、思春期など子供の心理行動が緻密に表現されており、また直接的には述べられていないが、子供の読者に対して道具に頼りすぎてはいけないありのままの自分を大事にすることを案に教訓するような物語の構成になっている。異界の住人。 木アヤカシのは子供たちの柔らかな心を入手することを目的に人間界の小学校に保健室の主である養護教諭として赴任することになった。異界の住人たちからは人間界に行く選別として目に見えないものに形を与えるありとあらゆる霊力の高い特別なアイテムの材料を与えられる。そしてそれらの荷物をまとめて 人間界の小学校に養護教諭として赴任し、間もなく最初の依頼者が自身のいる保健室に相談に訪れる。その依頼者は6年1組の生徒、西田花菜であった。彼女は左の手のひらに藤壺のような跡があり、それをあやかしのは人を妬むと体内に生じる物質、ネタミンが溜まって浮き彫りになった妬みの藤壺であると診断する。花菜はそれに、 心当たりがあり、親友で、幼馴染みの青山花が、ダンスが得意で花々自身も一緒にするほど仲が良かったが、花の才能と、彼女を慕うダンスクラブのメンバーからの人望に、羨ましく思い、花々本人も気づかないうちに花を妬むようになり、その度に、左手の拳を握り爪めを立てることを繰り返していき、それが、妬みの藤壺になった原因であると考察していた。 このままでは全身に、妬みの藤壺が張り付いて、妬みの塊になってしまうと宣告される花菜は、あやかしのに、妬む気持ちを、その分ダンスの練習に発散すればいいと、アドバイスされた上で、処方として一人一回きりの条件付きの薬である、純白の美しさとプライドを持つ、白バラの蕾から生成した、こう、ネタミシロップを飲まされるが、同時にまた妬むと、 リバウンドを起こしてしまうと忠告され、保健室を後にする。その不安は案の定、現実となり、また花を妬んでしまった花名は、保健室に回帰して、あやかしのに、こう、ネタミンシロップを再び求めるも、一度きりという約束で拒否されてしまう。職員室に用があると保健室を後にしたあやかしのに、見切りをつけて、こう、ネタミンシロップを勝手に、再服用してしまう。 その結果、妬みの塊の渦に飲み込まれそうになるも、自ら振り切って、あやがしのに救出される。その上で、白原はプライドが高いゆえに、清めを無駄にされるのを嫌う。二度目の清めは、徹底的で、そうなると、なぜか心が、汚れのために逃げ道を作るとして、人の心を解かれる。そして、 妬みの塊を完全に放出した花菜の妬み心から生まれた鶏コッコちゃんが誕生し、空を飛ぼうとしても無駄な努力を見た花菜は、あやかしのに悟されて、ダンスが上手くなりたいという願望の火種とともに、コッコちゃんを託し、あやかしのから、妬みの藤ツボの穴の跡を塞ぐために、内々伴奏口を張られて、保健室を後にした。翌日、いつものように、ダンスの練習に来るも、 花がは花に、もうダンスはやらないということを示唆し、ダンスがうまくなりたいという努力も、花に対する妬みも、もう何もないことを語るところで一幕降りる。AB 書室、あやしの保健室一巻、あなたの心、くださいまし5ページ、目次より。AB、あやしの保健室一巻、あなたの心、くださいまし3ページ4から5行目より。AB、あやしの保健室一巻、 あなたの心、くださいまし3ページ1行目より、あやしの保健室一巻、あなたの心、くださいまし2ページ13行目より、あやしの保健室一巻、あなたの心、くださいまし2から3ページより、子供の本のコミネ書店、あやしの保健室公式ページ、ありがとうございます。